ようこそ僕の動画へ。ラバーダックです。今回もシティーズスカイラインズやっていきたいと思います。この街には路面電車が走っています。路面電車は鉄道の一回り内側を通っています。しかし路面電車は路面を自動車と共有しているため、しばし渋滞に巻き込まれます。特に人通りの激しい商業地区では顕著で、何台もの車両が並ぶことも日常茶飯事です。今回はこの列車渋滞を解消していきます。さあ、前回はナレーションベースでやってきましたが、今回はそのまま実況していきたいと思います。で、ここどうやればいいのかっていう話なんだけど、まあ、考え方としては 1,2,3,4,5,6,7,8,9両、そして10両待ってるから、この辺りから伸ばして、そしてこちら側に行くで直通させるのがいいのかなと思ってて、それには路面電車用の専用機場を使います。で、専用機場っていうのは、路面電車とあと歩行者以外が使えない、そんな路線になってます。なのでね、それ使えば多分結構うまくいくんじゃないかな。で、まあね、地上走らせるよりはちょっと高架走らせるか、それか地下か、どっちがいいかな。都市部っていうとなんだろう、あー、やっぱり高架の方がいいかな。そしたらね、都市部っぽい感じからすると地下でもいいんだけど、まあ高架もなんか味があっていいかなと思うんで、高架にしときましょうか。で、じゃあここ上げて、ちょっとずつ上げていこうかな。まあ、そんな高さはいらないかな。これぐらいで上げたと。そしたら、あ、怒っちゃったね、みんな。ごめんね。ごめんね、本当に。いや、OK。で、この辺りでいいか。で、下ろしていっちゃおうかな。こうかな。あ、何このグネグネ。このグネグネはひどいね。ちょっと待ってね。ちょっと直そうか。一旦、ここの辺で直してと。で、あ、ここまでは問題ないんだね。だけど、こっから先だ。こっから先、ちょっと高さがあって、高さがあってと。ああ、ねじれてる。まっすぐにしようか。直線使おうか。そしたらね。どうした？はい、こういって、この高さ必要かな。まあ、いっか。で、これで、下ろすと。で、こうすれば、あ、まあ、普通だね。ちょっとここ、曲がっちゃってるから、これをセットしてと。で、よし、伸ばして。いや、違うな。そんな変な形じゃない。こっちだね。こっちだね。で、これもこう回してと。綺麗になったかな。どうなんだろう。横から見て、ちょっとここ傾斜きついね。傾斜きついとちょっとリアリティにかけるかな。これぐらいかな。そしたら。ね。で。よし。綺麗かな。綺麗綺麗。はい。いいかな。で、次の作業なんだけど、ここね、どこだ？バス停がある。バス停というか、ここにあるから、停車場があるから、ちょっと移動させようか。手前に移動させて。こっちだね。で、どうしよう。この辺りかな。この辺りに移動させて、あともう一つ停車場があるはず。だから、どこだ？下りと上り。あ、これ混んでるね、ほんと。で、こっち。こっち通すんだよ。ダメかな？あ、ここもありだな、そしたら。ここね、手前のところで。上り下りで。そう、そこで止まってくれる。あ、綺麗だね。かっこいいね。そしたら、じゃあ、これもちょっと移動させて。こうかな。で、こうなると、ここの線路が紫が消えるから、これは全部消してしまう。というわけにはいかないので、線路を元のやつに戻すんだけど、
線路を普通の道路に戻すと。ここちょっとダメかな、干渉しちゃってるんだ。だから少し移動させないといけないかな。いや、どうなんだろうこれね。車が渋滞したままだからちょっとここやめようか。ここはやめて、ここでね、どうしても突っかかっちゃうと思うから、一旦これ消そうか。そしたらね、消して、地下通そう。地下通して、ここ、ここだね。ここに出現させていこう。ね。だから、ごめんね。せっかく商売営んでたのに。またね、作ってね。あえて、ここだね。ここだよね。じゃあ、ここだね。ここを通して地下に持っていきます。地下に行く、地下に行く。どれだ？こうだね。地下にしてと。どれぐらい地下まで行くかな？ OK、問題ないね。で、一旦、どのあたりかな？どうしよう。で、これだとダメなんだ。干渉しちゃうんだね。じゃあ一旦ここで上げてと。そして、あれ、地下潜ったままだな。ちょっと待ってね。下げて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 、はい、下がった。そしたらこうだ。地下に繋がってないじゃん。ちょっと待って。あ、もう一回。んで、地下に、地下に、で、こうだね。で、ここのところを地下に下ろしていってこうか。で、できたのをちょっと曲がってるから調整かけようかね。こうだね。 OK、 大丈夫かな。いびつじゃないよね。特に自然だよね。OK、こんな感じにしようか。ちょっと膨らんでるな。これ直せる？ちょっと直してみようか。はい、下がっていきます。失礼いたします。はい、下がりますよ。ちょっと急か、でも。こんぐらいでいいか。はい、で、こっちも綺麗に入ってると。いいね、いいね。で、私はこれで何をしたかったかっていうと、何をしたかったんだ？あ、地下でここで通じないようにね。で、あと次なんだけど、ここ。ここが問題になってて。ちょっとね、三差路でしょ。こっちに行く車と、こっちから来る車、そしてこっち、行き来する車で、ごった返しになっちゃって、今ここね、モノレールじゃない。路面電車走れないから、どうしようか。あ、ここね、専用機場が走ってるんだけど、これをそのまま伸ばして、こっちに持ってっちゃおうか。そしたら、ね、これで、これで、はい。で、こうだ。で、伸ばして伸ばして伸ばして、はい、そこじゃないな。言いたいことわかるよね。OK、そこだ。いいね。で、戻してと。で、ここをちょっとまっすぐピーンと張って。はい、で、ここに来た。で、ちょっと、こうして、それから、ここ切っちゃってもう大丈夫だから。これだ。これで、こっちの道をアップグレードだけど、アップグレードできないな。あ、ここがちょっと邪魔なんだ。邪魔だから、ちょっと移動させて。はい、じゃ、で、アップデート。あれ、アップデートだよ。はい、アップデート。OK。で、ここもアップデートと。こうかな。で、この場所はダメです。使えませんでしょ。で、ここいらないから、これ、閉じちゃうか。で、そしたら、ここは通れると。ね、で、渋滞は解消されたかな？
このあたりは問題ないね。あ、全然こっちに来る車も少なくなったし、問題ないと。で、こっちはこういって、いいね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 。なんかこのスペース寂しいよね。だからちょっとなんか建てようか、ここに置こうか。で、これだとまだちょっとだけぶつかってから、こうか、ちょっと微調整にしたいな。はい、いいかな、これかすんないよね。いや、こうやってなんか昔ここには定石がありました。しかし今ではこのようなモニュメントが建てられています。博物館になりましたみたいなのにしとこうか。さっきのねよりも。やった。でも地味だし、ちょっと逆光だよね。時間が変わってもね、ずっと逆光なんだ。あんま意味なかったね。ここはかつて遺跡の跡でした。そして今はその遺跡を収容した博物館になっています。さあ、完成した新しい区画はどうでしょう。車の渋滞は続いているので、道路に関してはまだ改善の余地があると言えます。しかし路面電車は渋滞せずうまく運行できているようです。今回の目的は達成です。街並みがもっと綺麗になるといいですね。ラバダックでした。バイバイ。